仁王実況いきます。よろしくお願いいたします。さて新実況いきましょうか。まあ、どんなゲームかっていうと戦国死にゲーというね、そんなジャンルのゲームみたいで、ちょっとね、結構前にやったブラッドボーンみたいな、マジで死にまくるゲームみたいです。何回死んだか、ぜひ数えていただけると非常にありがたい。というわけでニューゲーム、早速行きましょう。よろしくお願いします。光栄がね、一応販売してますが、まあ作ってるところはあれなのかな、ダークソウルとか作ってるところ一緒なのかな、かなり似てるんですよね。遥か東方の国、ジパングには黄金の宮殿や豊富な宝石が満ちている。うん。それを知った元国の王、フビライハンの大国が攻め込んだ際、ジパングの兵たちは奇跡の石を用いてよく戦った。なるほど、一応史実の人が出てくるのか。マルコ・ポーロ、東方見聞録にあんねや、この文章、しかも。ね。うん、うん、うん。さすが光栄、しっかりと歴史を絡ましてくる。これか。何回死ぬかわからんから、このクリアできるかすげえ心配。アムリタ。奇跡の石、賢者の石という者もいる。英語機体。賢者の石って英語で何て言うんやろ。聞きたかったな。これポーロちゃん、違う。これはエリザベスか。イングランドの女王は世界の覇権を握るため。日の沈まぬ国、スペインとの大規模な戦争を続けていた。日本どこ行ってん？劣勢が続く女王とその取り巻きはアムリタを使った先制術や錬金術に頼り、俺たち海賊を使ってアムリタを集めた。海賊なんや。なんか確か単に主人公外国人っぽいよね、顔。その力で無敵艦隊に勝ったはいいが、今度は秘密にしたくなったらしい。あー、はいはいはい。逆に殺されたやつ？ねえ、どっちかな。ロンドン島はイングランドを征服したウィリアム1世がロンドンを守るために建築した要塞であった。仮に反逆者を流兵する監獄として使用され、後にね、罪人を罰する処刑所となったカラスが多く生息し、カラスがいなくなるとロンドン島は崩れ、ロンドン島を失うとイングランドは滅びると言い伝えられている。カラスが鍵を握る、そういう塔ってことでしょうか。カラスは大事にしましょう。そして雨が降っている。ってことは捕まったって感じかな、今の文章からすると。ここに、これか。そうやね、多分そうやね。なんか外国人の顔してたもんね、主人公の。ちょっとオープニングでは出てなかったか。妖精出てきてんけど。死が巡ってくる。どうやら死が迫っているらしい。あれ、これ日本語に変えれへんのかな。お、動いけるやん。あ、この感じ、この感じね。すげえ、あれやわ。ブラッドボーンな感じすんな。こっちよ。はいはいはい。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。ちょっと日本語に変えれるだけちょっと見ます。ちょっとね、日本語設定がね、見つからなかった。もしかしたらあるかもしれんけど、代わりにこれを見つけました。こういうの見つけました。かわゆすか。さあ、行こうか。で、こいつに話しかけたらいいのか。じゃあ、どこ行った、どこ行った。カメラから消えてもてんで。アムリタの記憶。思念アムリタに項目追加。はい、攻撃。ごめんごめん、殴ってもらった。強い攻撃。あ、蹴りになんねや。ほんで出たらいいんかな。でもなんかこっちよみたいなこと言ってなかった。お、まるで歯が開かない。え、見た。あ、ここを蹴破れってこと。そんなこと言ってた、さっき。話聞いてなかったかもしれん。お、ほんでこれ多分アイテムやろ。もう調べる。なるほどね。あー、記憶を思念で残してくれてたわけね。おい、何やってる。いや、ごめんごめんごめん。置かれてる置かれてる。いや、ごめんごめんごめん。ロックオン。ガードは？ガードこれか。ガードしたらあかんよね。剣やろ。ここ難しいよね、このゲーム、マジで。ヘイ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 、パンチキックソーゼドマイン、イフマナテスミヘイ、
キックキック、あでも結構強い。あでもガードしたら全然問題、体力は減らんね。ただスタミナ減んのか。オッケーオッケー、これこれって回避やね。オッケーオッケーオッケー、パンチパンチパンチ、強し、敵強し。これ一匹目でこれはっ緊張感あるなあ、まあ、いきなり、えい、ゴリ押しが、で、強い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 、ちょっと待って強い、ちょっと待って強い、せー、強し、待って、死ぬ、待って、1回目で死ぬとかないやろ、死にゲーとは言ったものの、よし、こっから本番みたいなところあるね。あれっていうか、あいつどっか行ってるやん。もしかしてあれ勝てへんやつやった。これ開ける？結局無理やんね。勝てへんやつなんか、あいつ。こっちは？おお、アイテムあるやん、アイテムあるやん。あ、ここで俺の装備を返してもらうみたいな、そういうやつ。返してもらった。ロンドン島衛兵のブーツ。バスタードソード。やったやったやった。装備しよう。これか。これに、バスタードソード、35も上がるやん。崩し、あ、ほんで結構ね、なんだっけね、ハックスラッシュやったっけ、ハクスラっていうんやったっけ、なんかすげえやり込み要素があって、それぞれの武器にも、性能が変わったりするのかな、同じ名前の武器でも。装備中、OK やね。で、足、わかりやすいな。足がある。おいやん、重さもある。うん。基本的に一緒ですね、あの、ダークソウルとかね。もう一個のやったっけ、ブラッドボーンか。見て、足。ちょっと可愛いね。短パンなんとかしたいな。よし、これで勝てるんじゃない、あいつに。もっとある、なんか。特には何もなしやな。オッケー。えい、来いや。何やってる、ロックオン、ロックオンして。はい。はい。はい。あ、全然弱い。サクサクサク。めっちゃ楽しい、楽しい。えい。強攻撃。弱。弱。あ、これなんかできんちゃう？おしゃおしゃ、力の鍵ゲット。いいね。で、これは？バスタードソードイコールって出てるけど、ちゃうんじゃないんかな、どうなんやろ、ちょっと見てみよっか。これで、お、やっぱ違うわ。強い攻撃の崩し、解説あるね。装備をつ、アイオードとかあるやん、見て、上らへん真ん中の使い込んだ度合い高いほど装備の性能が向上し、装備をの奉納した時に得られるアムリタ、お、装備使い込んで奉納したらアムリタ量が多くなる。アムリタって何？さっきのなんかあれか、賢者の石みたいなやつか。そういうことやんね。強い攻撃の崩しの方がなんかいいかな。あ、これ2個目に変えれるよね。多分そうやね。オッケーオッケー。あ、でも重くなるのか。このゲームね、なんか重量あるんですけど、武器には書いてない。防具には、ほら、上ら辺に重さ 0.8 ってあるから、武器は重くないんかな。武器は重くないって何言ってんのって話になってくるかもしれんけど。で、なんかボタンで変えれる？装備。L2 か。L2 ボタンで多分武器変えれんのかな、これ。ちょっとよくわからへん。まだ操作がね。力の鍵を使った。OK。じゃあちょっとアイテム探索しようぜ。で、ここも開けて。ほら、なんか当たった。これ取ろう。フェイン！自分の身を守れるのは自分だけってことか。ガード1、回避。まだヒントね。オッケーオッケーオッケー。スッスッと。オッケーオッケー。いいよいいよ。オッケー。で、自分のとこも特には何もないので、このまま行ったらいいのかな。というわけで、これで、ここ開けてるよね、多分ね。オッケー。よしよしよし。力の鍵を使った。さあ、行こうか。これは？開く。ダン！蹴る！なかなかやな。回復薬1個。アイテムにしよう。アイテムショートカットを R、ショートカット R2 で、なんとかかんとか。どうやって装備すんの？ここか。なるほどね。で、回復薬をこれ、ショートカットに入れておく。お、出てきた、出てきた。これで切り替えね。オッケーオッケー。ほんで、上押したら多分回復薬使えるのかな。だからちょっと操作が難しそうではあるけども、まあちょっとずつ覚えていきましょう。お、パカリンチョ、ドン。お、お、なに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 、ロンドン、ランダン、取れへん取れへん。ランダン、チュル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 、ランダンっていう曲がね。過去ありましたね。超名曲でございます。防御性能8。いや、これすげえやり込み。おお、勝った勝った勝った。見て、スカジャンみたいになってる背中ね。ロンドンの人からが発祥か、スカジャンはね。それを知った今日この頃。このメニュー画面一回閉じ忘れするよね。ちょ、敵と戦いたい。敵ー、敵来たよー。ロックオンして、はい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 、ガードスイン、はいスイン、はいはい、でボン、オッケーオッケーオッケー。でも基本的に四角があれやね。フェイで、フェイフェイフェイして下がる。オーケーオッケー、勝った勝った勝ったぞこれ。セイで強攻撃、はい、
はい、石ゲット。石持ってたんかお前、蹴飛ばすぞ。ほら石を大事そうに持っていた、そういう男。はい、来た来た来た。ユミ、ユミはガードできる？ちょっと外してる。下手くそ下手くそ。帽子がおしゃれ、その帽子を俺にくれ。まずな、まずその帽子や。なよなよなよ、てか軽い、敵が敵が軽い。パチャコン。ここは壊せる？壊せるわけじゃないね。マップとか見れへんのかな。いや敵倒したいな。もっとおらん。おったー、うわ重そう、その武器。あ、おいしょ。おい、ちょ待って、2人やり。待って待って、無理無理無理、全然無理全然無理。逃げ逃げ逃げ。このゲームね、複数戦になった途端めちゃめちゃムズなんねよね。やりー、じゃ逃げて逃げて。うわすげえ逃げっぷり、逃げっぷり見た、ほんの逃げっぷり。あ、勝ったな。でもこれやりは弱い。違う、お前らなんか、お前ら、お前、あ、いた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 。ガードして、そいそいそい。で、トン。バテてるやつおらん？バテるよね。それ相当疲れる行動やもんね。それ分かる分かる。うわっ、え？え？知らへん？俺が。待って、無理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 。回復回復。そういうやつね。オッケーオッケーオッケー。一緒一緒。こんな感じ。あ、なるほど。ロックオンしてるからか、こいつを。だからずっとこいつ言ってたわけね。上着上着上着。よし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 。はい。終わりだ。その攻撃をしたお前の最後だ。石、あ、石取れたん、さっきの石は、石取った、さっきの石の大事なそうな石取ってるっぽいわ多分。よし、オッケー。石いけるやん、見て、石敵にダメージ与えるって。石ろ石ろ、石ね、どこにある、これ石装備した。よし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 。石何回言うた今俺。もう一個、もう一個あったよね、上着。眼鏡差プラス1、一緒。眼鏡ってなんなん、これは使い込みではないんやね。オッケー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 。ってことは、まあ、眼鏡に行こう。うん。眼鏡に行った方がいい。背後から攻撃することは攻撃されることはめったにないと思うんでな。で、ここ開けて、ボン。回復薬。いいね。お、ズボンズボンズボン。よし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 。ズボンゲットしたんで、ズボン履いてみましょう。お、いいね。こう、防御力が9上がって、眼鏡差 1.9 軽減。お、いいやん。もうこれで、人として見てもらえるね。ただちょっとスカジャンっぽいけどね。この辺は取れない。このまま進んでいこう。マップがちょっと見れへんのかな。なんかのボタンでマップ見れたらええんやけど、マップが特に見れないので、このまま行って、よいしょ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 。階段登って、上に行ってるね。上に行く意味あるかな、どうなんやろ。お、猿に行ける。ちょっと待ってよ。で、こっちは。何々、あ、さっきの人か。こっちよってこと？オッケーオッケー、これ行こうか。祈る。祈ってる祈ってる。黄色い黄色い。祈る。あ、体力回復したんちゃう多分。あ、これかっこいいな、演出が。ね、左上のゲージマックスになってるもんね、880。これありがたいね。でもセーブポイントというわけじゃないのか。セーブポイントとかあんのかな、気になる。ポン。ランカ。ランカ。近接武器の切り替え。R プラス。むず。操作むず。ランカリーみたいな感じか。ランカリー中装備しようぜ。槍ってことかな、そうやね。槍装備しました。ほんで、これで、切り替え？いや、ちょ、石投げてもうた。石投げてもうたで。これか。やっと帰れた。もうね、実は2、3分悩んどった、この武器の切り替えでね。オッケーオッケー、これでこうして、サクサクサク。よし、じゃあ、リーちゃんで行こう、今後はね。こう開けれそうじゃない？開く、赤。反対側からでないと開けれないようだ。ちょっと待ってよ、上に行けそうじゃなかった？ちょっと上一回見よう。ちょっとね、上も普通に行けそうやったから、さっきこっち行こう。さっきこっち攻略しよう。敵ー。いや、基本的に敵バレん方がいい、このゲーム。どうなんやろ。すっすっす。あ、でもこれもう馴染んでんじゃない？馴染んでなかった！馴染んでなかった！もうな、一目散やった。嘘やろ嘘やろ。結構馴染んでる格好してんだ、俺。あ、でも1対1やね。オッケーオッケー。勝った勝った。ランカやぞ、こっちも言うても。危ない。はい、ランカ。ほん。あ、敵にもスタミナがあって、ちゃんと減ってんだよね。ランカで殴りつける。ランカはつかないもの。ランカは殴りつけるもの。オッケーオッケー、余裕勝ち。これは回復薬ありがたいね。回復薬ゲーやからね、言うてもこのゲームね。んで、あ、これ後ろ行こう。なんか地名みたいなのないの？これ無理やな。いや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 、お前は俺をちょっと仲間と認識してんな。なんや今の。なんや今の、まあ、気になるな。はい、で、一回しか動いてんのかな？あ、ランカ強すぎひん、これ。長いもん。とりあえず長いもん。これめっちゃすごい宝箱あんねんけど。開けよう。めっちゃ重そう。
回復薬とバトルワークス。バトルワークス、こっちか。バスタードソード外そう。バートワークスあったぞ、効果。119。すげえ強ない?受けもいいし、受けなんや、この人。攻めてそうやけどね。受けでいきましょう、じゃあ。バートワークス。で、これで、こう。OK。あ、重そう、重そう、強そう。重そうやから強そうという安易な発想でいこうぜ。ほんで、これで、ここは、これで終わり?べーん。よし、祈っといて、何もなかったんで、上に行きましょう。そうやな、バトルアックスをゲットできたのが何よりもでかかった。お、ちょっと酔いそうやな、ごめん。ここちょっと酔いそう、みんな。俺も酔いそうやもん、プレイしてる俺ですら。で、ああ、さっきと同じような感じか。敵敵、敵ちょうだい。叩くの楽しいで。回復薬、いいよ。ファーン、ファーン、ファーンって受け取ってるかな?This country, アムリータ。アムリータ。覗くってあるやん。おお、悪そう。Japan will spark a war and a wonderful opportunity to acquire more アムリータ。アムリータ。Once tomorrow's execution takes place, そのアムリータを導いてくれる羅針盤が手に入ります。この石があれば、スペイン、いや、世界すら。Perhaps even the world.我らがイングランドが滑る日も近くなるかと思います。もとも我らが女王様は宝石としか思ってないから。ああなるほどね、利用されてる気やな女王は。他の国に奪われてしまう前にエドワード・ケリーをジパングに行くのだ。ジパング来ました。戦を終わらせんとする輩もおるぞ。血が流れねばアムリタは取れぬ。Cannot gain Amrita. Amrita. Blood does not flow. 終わり?終わった。話し込んでた。ちょ、話し込んだの待ってた。覗くのを待ってました。彼ね、偉い。偉い子。はい。いけ、バトルックス。ダメージ見て。200超えです。想像しいって言われた。いや、そらそうやわ。そらそうなる。でも拾いたかった俺。なんかわからんけど拾った。怒られるやつかな、これ。怒られるやつかな。物付けへんわ。まあいいや、逃げよう。落ちれんじゃんこれ。落ちたら戻る。あ、戻るね。オッケーオッケー。あの宝箱あったからバトルアックスのところでしょう。じゃあこっち行って、結構複雑。何木だろ。よし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 、素晴らしい。隠してたね。お、手袋来ましたよ。装備です。あと頭だけやんこれでね。防御力6、防御力がさらにプラス3、頑丈さも上がって、被ダメージ軽減。もうこれは全く、まごうことなきロンドンの人やね。ロンドン人でーす。さあ、行きましょう。ロンドン人がまかり通りますよ。こうして、ここやね。降りんねや、ほんで、今度。あれ、こっから来たやつ。もうね、方向感覚全然なくて、方向感覚がなくて、あったわ、方向感覚。結構あったね。よしよし、あったぞ。ここ多分宝箱ゾーンやで、さっきの流れで言うと。これって何よ、そういうの。あ、ないんかな。いや、バレたからかな、今。背後を取ったらいい。なんか、崩したら、敵を。なんか、すげえ一撃お見舞いできるんですよね。このシリーズといえば。なんで、それがありそうな。あ、オッケーオッケー、逆ちゃう?さっきんとこの。勘抜き取って、投げるね。荒い、荒い。ほんで、そうやね、回復ゾーンと、お、復活すんねや、敵。なるほどね。こいつらでも経験値とかもらえんのかな?前はね、なんかソウルとか言って、その、デモンズソウルとか、ブラッドボーンもね、そんな感じで、経験値敵からもらって、で、それでね、強化できたんやけど、降りたいんかな?そのシステムが多分ね、あるとは思うんですが、まだ、そうか、チュートリアル的なところかな。スイン、スイン。別の塔に来て、んでそっから出れるって感じかな。なんかある?上着。上着?あれ?俺上着持ってなかった。あ、上着。あ、別のやつやだから。トン。あれ?強くね?なんかめっちゃ強いんやけど、これ。あ、見て。めっちゃ強い。なんやこれと思ったら、レベルもあるわ。そのロンドン島衛兵の左、ちょっと左にレベル4って書いてるんですけど、レベルが上がる?使い込んだら。どうなんやろ?こっちの方が絶対ええやん。いやー、すげえな。同じ装備でもここまで変わるか?君倒そう。人殺しがしたくてね、今ちょっと。待て待て、違う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 、危ない危ない危ない。これロックしよう、ちゃんとロックしよう。
あいつアホやな。あ、痛い痛い痛い、強っ。今の差し見た、今の差しすげえ誘導性半端なかったな。切れた、気づかんかいな。トロイトロイ、このトロさは致命的やろ。オッケー、で他には敵おらんからこれ回収してブーツ、そしてこっちは回復薬、素晴らしい。でブーツもどうせ強いんちゃうの。いや強いよこれ、レベル3やもんだって。マジか。で君を殺そう、君を殺そうっておかしい話だけど、はいはいはい、ロンドン兵上着回復薬、そしてカチャコン、めっちゃあるやん。手袋、回復薬、バスタードソード、ちょっと見とこう一応ね。あ、やっぱ武器にもレベルあるわ、マジか、すげえなこれ。こっちはいいよね、よし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 。じゃあこれ変えとこうか、バスタードソードを使ってみようか今回はね。さあほんでここか、あここやね、ここやね、ここ行ったんやね。カラス、ほほほほほほほ、あどっち行ったんやろ。ここは宝箱はないか、あこっち行き止まっちゃうか、はあ、あちょっと待って、これよくやった、連戦になるかも、連戦になるかも、ちょっと早く終わらそう、こいつ終わらそう。しかもあいつ防寒使いやと思う、油断してたら剣使ってきやがった、あいつ剣使ってきやがった。よしよしよし、なんとか倒して石拾って、石当てよ、石当ての忘れてたわ、よかった、こっちは問題なくなって、んで結構必死になってきた。でね、連続、おお宝箱あるやん、連続攻撃したらスタミナがね、なくなってしまうのをちゃんと自分でなんていうかこう整理して確認しとかなあかんよね。スタミナっていう概念なかなか難しいもんね、ゲームで管理すんの。あれこの辺におらなかった敵 K だね、あいつあんなとこまで行ったのか、早いなね。じゃあこいつを、おやるね自分、早いやん反応が。石行くぞ31 見た、あぶね31やって、むっちゃ強いやん、わらかすぐらい強いやん。ウェイ、近づいたところに石じゃよ。はい、ドンドン、オッケー、勝利、石ゲット。石拾ったんかお前、俺の投げで石。あいつなかなかやるな、目ざとい。こっち行けそう、こっちも行けそう。さあどっちに行く、だいたいこういうのってこっちがはず、なんか強い、やばい、これ絶対強いって。もうこういうのね、めっちゃ強いんよマジでこのゲーム。ほらあの動き見た、モサっぽい動きしとったやん。あ、いけるな。あ、いけへん、いけへん、いけへん。いける、いけるか、待て待て、どっち行け、何それ。この行動のね。あ、一回しか攻撃せん。あ、雑魚雑魚雑魚。雑魚です、雑魚です。半分しか入ってない。はい。トン、トン、トン、トン。で、逃げる。あー、今つまずいたね。かわいそうに。おー、バテてるやん。ヘイ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 。スタミナ管理。な、な、な、よしよしよし。はい。違う違う違う、違うで。200? 待って、強い。俺がバテてるやんけ、危ねえ。そういうゲームか、なるほどね。せいせいせい、いや緊張感あったけど、彼のバスタードソードこれは強いやろ。どうなんどうなん、これこれこれ、弱っ弱っ弱っ、すげえ弱かったから、ちょっと待って、これをこうして、どうやって変えんやって、これ武器、これこれこれ武器変えて、これでいきましょう。こいつもやっとこうぜ。じゃあ違う違う違う、間違えた間違えた、今ボタン間違えただけ。ちょっと待って、300はあ強し、さあ行こうか、リベンジだよ。よいしょよいしょよいしょ、待て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 、ちょこいつほんま、なんこいつほんまに、こいつなんやこいつ、シャレなってんやんけ。スイン一回ね、あれはスインね、あれはスイン覚えとこ、俺はスインスインスイン、俺スインね、そっちはスインね、スイン違う、なんかありそうで怖い、なんかありそうで怖いけど、オッケーオッケーオッケー、痛い痛い痛い、はいはい、ほんでスイン、勝ったな、ガハハ、あ勝てへん勝てへん勝てへん、待て待て待て、あまあでもそれだよ、それをした時がお前の最後と思ったよね、誰もが思った、でも最後ではなかった、これだ、よし勝った、バトルアックスゲット、回復薬ゲット、アンドグリーブ、あそうそう、さっきね、さっきのやつね、もう一回倒したら、ほら見て、装備変わってたの気づいたと思うけど、なんとね、ガントレットとキュイスってやつもらって、めちゃめちゃ防御力上がりました。っていうことは、これも強いんじゃん。すげえ。ランダムドロップやったってことかな、もしかして落としてたけど気づいてなかったのかな、さっき。いいね。そして、バートワークスが、こっちになった?これはあんまりかな。とりあえず攻撃力高いやついこうか。
よし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 。なるほど、多分ここは、アイテム手に入れますぜ、旦那みたいな。そういうところかな。これマップを、あれを出しといてもらうよね。あれ、開いた。あれ、こっち正解や。ちょ、逃げに行こう。もう一個の方行こう。こっちこっち。こっちは？あ、ちょっとビビってもだ。ビビって攻撃先してしまうやつ。えい、ドゥーイじゃねえわ。ドゥーイじゃない。ね。やばい、ドゥーイや。これはデューじゃないね。オッケー。はい、デュー。いえ、弱い。さっきの鎧野郎を連れてきて、俺には。これ、繋がると見たかと。カラスや。そう、カラスがおらんくなったら、この塔、こつれ去るんで気をつけてください。おっしゃ、セーブポイントあるやないかーい。ほんで、これが、さっきのところ繋がったわけね。あ、セーブじゃないわ。セーブじゃないけど、回復、これがセーブだから、どうなん？シュイーンって言って、セーブポイントがないからね。セーブがね、ちょっと気になったんで、調べてきたんですけど、どうやら、これが、社って言って、これで一回祈ったら、もう自動的にセーブされてるみたいですね。で、そしたら、なんとね、敵復活するみたいです。だから、まあ、経験値稼ぎとか、アイテム稼ぎしたいときは、祈ってやればいいっていう感じかな。でも、進んでるときはちょっと怖いので、あんま祈るのも、どうかなという、そういう感じの、システムみたいです。なんで、とりあえずね、ここで一回、終わろうかと思います。ご視聴ありがとうございました。もうちょっとね、操作慣れといて、次回も楽しんでいこうと思いますので、皆さんもね、楽しんでいただけたら高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに、次回脱出なるか。心リンクゲームズのベイ君でした。バイバーイ。なんかしようぜ、なんかしようぜ、なんかあったよね。これしよう、これしよう。Oh no. ありがとうございました。